はい、皆様こんにちは。オーバーモセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画はモーセ国の話となり、あくまでもフィクションとしてお楽しみください。さて、今日なんですけれども、ルクセンブルクの皇太子がで来日をして、まあ、天皇陛下とお会いになりました。そしてその後にエーミア一家と通訳なしで夕食をしたとのこと。まあ笑いが出るほどね、通訳なしってわざわざ書きますかみたいなそんな感じなんですけれども、はい、前半と後半にわたって、まずは、まあ、ルクセンブルクの皇太子がエーミア家のことをどう思ったのか、こちらのタロットで見ていきたいと思います。通訳なしでって、ああなんかもうわざとらしくてね。ルクセンブルクどうだったかな、私も一度行ったことがあるんだけど、確かね一泊しかしなかったんですよね、ルクセンブルク。なんか行ったことはね覚えてるんだけど、車でドライブで行きました。はい、ね、ルクセンブルクの皇太子がエーミアとのね、まあその夕食会のことどう思ったのか、はい、じゃあ見ていきましょう。さて、ファーストカード、ワンドの4のリバース。コインのプリンセスリバース、これね、コナマスのことですかね、年齢的に言うとね。カップの4のリバース、今回まずね全部リバースで出たんですけど、まず最初にルクセンブルクの皇太子が感じたのが、このコナマズが本当に家族なのかなみたいな、すごく違和感があったっていうことを言ってるんですよね。なんかこう全然こう溶け込んでないとか、話についてこれないとか、なんかまあそれだけじゃなくって家族の絆みたいな、そういうものがなんかないというか、ちぐはぐというか、そういうイメージがものすごくあったみたいです。で、まあカップの4のリバースが出てるから、まあ挽回しようとかね、まあこのコナマスなりにまあ頑張った部分があるのかなっていうことで、まあ若干の評価っていうのはあるかもしれないんですけれども、まず感じたのがなんか大きな違和感、この人たちは家族じゃないんじゃないかみたいな、そういう意味では居心地が良くなかったかと思います。はい、そしてじゃあ2段目いきます。カップの7、こうぼやーっとしてるカードですよね。ワンドのナイト正位置、これな、ジャッジメント、はい、審判が出てるんだけど、今度はね全部正位置で出ましたね。この中間意識でルクセンブルクの皇太子が思っているのが、強力な、なんていうのかな、リーダーシップの不在、なんか誰がリーダーなんだみたいな。まあ例えば誰が、まあこう父親なんだとか、誰がこの家のトップなんだみたいな、そういうものがはっきり言ってよくわからなかったっていうことを言っていて、なんかこうただぼんやりとして時間が過ぎたっていう感じみたいです。
で、バンドのないと誠実とジャッジメントだから、ここね、両方誠実が出てるんだけれども、やっぱりこの、霧がかかってるような、そういう状態がすごく感じていて、誰なんだろう、何なんだろうみたいな、果たしてこの回に何の意味があるんだろうみたいな、そういうところまで思っていたんじゃないかなと思われます。はい、そして深い本音の部分が、ソードのキング、聖地、節制のリバース、失礼しました。ソードの4、聖地、意味がなかった感じがするな、やっぱり。ですね。とりあえずナマズですかね。ナマズ。もうね、違和感があったっていうカードしか出てないかな。この最初のね、ここもそうだし、ここのね、ラストの部分、中間意識もね、そうなんですけれども、きちんと、もてなしというのを、礼儀作法とかも含めて、されなかったと。ナマズができなかったっていうことなんでしょう。それで、終始、このルクセンブルクの王子は居心地が悪かったみたいな、そういう部分があって、非常に気を使っていたような、そういう感じがするんですね。で、今回こういう、食事会を開いたところで距離は全く縮まってないっていうことを言ってて、むしろ落ち着かなくて早く帰りたいなとか、嫌だなみたいな、そういうものをとても感じていたみたいなんですね。で、今回、最初のカードがワンドの4のリバース、そしてラストのカードが、ソードの4っていうことなので、やっぱね、終始違和感があって、で、終始、落ち着かなかったっていう感じがするかな。で、この食事会っていうのも、盛り上がりははっきり言って見えません。だら、だら、だらっていう感じかな。で、もし、ここにね、よくわからない人のカード、が出ているので、これをシカ子と取るのか別の人物と取るのかっていう感じなんですけど、もしかしたら、通訳なし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 言ってるんだけど、どなたかいた可能性もあるのかなっていうふうに思っています。いたとしても、場はね、全く盛り上がっていないとは出ているし、もし誰か、ね、通訳的な人がいたとしても、もちろんね、この人が悪いわけではなく、やっぱり家族の違和感とか、ナマズの、もてなしの心がなかったりとか、そういうことで、居心地悪いな、みたいな、そういうことが感じることができました。はい、これが本日のリーディングとなります。